皆さん、こんにちは。今回は、美和さんの結婚と離婚や整形疑惑に関する話をご紹介しましょう。芸名、美和さん。本名、那代美和。出身地、神奈川県三浦郡葉山町。生年月日、1990年6月15日。身長、149センチ。デビュー、2007年。学歴、大妻女子高等学校卒業。慶応義塾大学小学部卒業。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科修士課程修了。所属事務所、トライストーンエンタテイメント。結婚相手である萩野公介さんは、日本競泳のエースとして活躍してきた水泳選手です。リオデジャネイロオリンピックでは男子 400m 個人メドレーで金メダルを獲得しています。目標とする選手の一人にマイケル・フェルペスの名を挙げており、日本では和製フェルペスとも呼ばれていました。萩野公介さんは数々の国際大会でも好成績を収めています。国際大会へ進出するきっかけとなったのは、作新学院高へ進学した2010年に日本選手権男子 400m 個人メドレーで2位の成績を残したことです。高校在学中だった2012年のロンドンオリンピック男子 400m 個人メドレー決勝で銅メダルを獲得。タイム4分8秒94を記録して、目標とするマイケル・フェルプスにも見事に競り勝っています。また 200m 個人メドレー決勝にも出場。タイム1分57秒35で5位に終わりましたが、それでも日本新記録です。オリンピックの男子競泳に高校生で出場したのはシドニーオリンピックの北島康介以来で、大いに注目されました。2013年の日本選手権大会では 400m 個人メドレーに出場して、タイム4分7秒61を記録。 200m 個人メドレーでも1分55秒74を記録して、日本新記録で優勝。これらの種目以外でも3種目に出場して優勝し、大会史上初の5冠獲得という離れ技を成し遂げました。2014年のアジア大会においても金メダル4個、銀メダル1個、銅メダル2個を獲得する活躍ぶりで、大会 MVP に選ばれた萩野公介さんは国際舞台に強いところを見せつけました。2016年8月に開催されたリオオリンピックの男子 400m 個人メドレーでは4分6秒05の日本新記録を叩き出し、金メダルを獲得しています。瀬戸大也さんが4分9秒71で3位を記録し、60年ぶりの日本人ダブル表彰台となり話題を呼びました。美和さんと AKB48 のファンであることを公言していた萩野公介さん、アスリートとシンガーソングライターという接点があまりなさそうな2人ですが、出会いは2016年10月10日の NHK でした。翌日付の萩野公介さんのインスタで緊張気味の写真が載せてありました。その後、2016年12月収録の E テレ「オン・マイ・ウェイ」がきっかけで交際に発展。萩野公介さんは2019年2月に開催されたコナミオープンで成績が振るわず、以後4月の日本選手権と7月の世界選手権を欠場し、休養生活を送っていました。しかし無事にスランプを乗り越え、8月上旬のワールドカップ東京大会で復帰。その後、2019年9月1日に美和さんと秋に結婚することを報告していました。休養生活を支えてくれた美和さんとの関係も順調だったようです。フライデーに掲載されている芸能プロダクション幹部の話では、タイプの女性を前に緊張してタジタジだった萩野に対し、年上の美和さんは積極的でした。彼女は出会って2ヶ月も経たないうちに自身がナビゲーターを務めるドキュメンタリー番組「オン・マイ・ウェイ」の対談相手として萩野を招待。そこから2人は食事に行く仲になり、17年の夏頃交際を始めたそうです。とのこと。萩野公介さんは2020年1月に東京板橋区の東洋大プールで初泳ぎを披露し、
その後のインタビューで、無事生まれましたと2019年に第一子が誕生していたことを報告しています。性別やいつ頃誕生したのかについては非公開となっています。また子供が生まれて心強い部分がある、より一層頑張ろうという気持ちが芽生えているとコメントしており、ますます競泳へのモチベーションもアップしているようです。これからは子供にそのたくましい背中を見せつつ、ますますその泳ぎに磨きがかかっていくのでしょう。いずれは子供に泳ぎを教えるようなこともあるのかもしれません。そう思われていましたが、美和さんが3月18日に更新されたファンクラブサイトにて、美和さんより皆様へご報告と題して萩野公介さんとの離婚を発表。いつも温かい応援をいただきありがとうございます。本日はこの場をお借りして皆様に離婚いたしましたことをご報告させていただきます。ご心配をおかけしてしまうかもしれませんが、これからも変わらぬ情熱を音楽に捧げていくとともに、大切な人を守れる地面のような人になれるよう精進してまいります。ファンの皆様と力を合わせて新しい景色を見ていけたらと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたしますと語りました。美和さんの所属事務所もデイリースポーツの取材に、離婚したことは事実とし、サイトに書かれていることが全てですと説明しました。芸能人らしく離婚理由については語られていません。ただ2人の生活リズムの違いが有力視されています。まず萩野公介さんにとって、2020年3月に始まったパンデミックによって東京オリンピックが延期になったことは大きな変化です。延期後開催され、メダルを期待されていた東京オリンピックでまさかのメダルなし。大会後競技からの引退を発表します。会見ではその後の活動に関し多岐にわたると語っています。ちょうどその頃、美和さんは歌手活動だけでなく子育てもしながら慶応大学の修士課程の勉強を始めたと思われます。2022年には荻野公介も日本体育大学の大学院に入学、また競泳スポーツ解説者としても活動を始めています。二人ともまだ子供が小さいうちから一つだけでなく、とてもアクティブに行動しています。2023年3月に美和さんは慶応大学大学院の音楽神経科学専攻修士課程修了。そのまま博士課程に行くのではなく、半年後に博士課程に進む予定と報告しています。一方、萩野公介さんは昨年6月発売のフラッシュにて新興宗教布教報道が浮上。さらにプライベートで交流のある大谷翔平さんのリポートで渡米や、テレビのスポーツ番組でリポーター競泳の解説者として海外に行くこともあり、家を空けることも少なくなかったようです。パッと見ても二人の生活リズムや様式は全く違うため、これが離婚の原因ではないかと言われました。美和さんの顔立ちを過去から現在までを見比べてみると、いくつかの変化が見られます。まず目元ですが、デビュー当時は一重まぶたで目が小さめでしたが、現在はくっきりとした二重で大きな目になっています。美和さんの目ってなんか整形してそうといった世間の声もあります。次に鼻を見てみますと、以前は低め穏やかな鼻線でしたが、現在では高く綺麗な鼻筋が際立っています。一時と比べて鼻筋が綺麗になっている気がするので、鼻筋に何か入れたんだと思いますといった指摘もあります。そしてフェイスラインに目を向けますと、若い頃はふっくらとした丸顔でしたが、最近では頬がこけてすっきりとしたフェイスラインとなっています。美和さんは小顔というよりは頬がこけているという印象を持ってしまうため、目や鼻の大きさに対して顔の大きさがアンバランスに感じるという意見もあります。このように美和さんの顔立ちには確かに目元、鼻、フェイスラインなど複数の部位で激変し、
整形疑惑が持たれているようです。しかし年月の経過で顔つきも変化していくものですので、仮に手を加えていたとしてもそこまで否定的に見る必要はないかもしれません。今回紹介した美和さんの結婚と離婚や整形疑惑に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。